はい、どうも、坂井です。ですね、今日は配信をやってまいりましてね、東京駅の駅地下のね、40何階みたいなすごい高いビルから配信をやっておりました。無事故でね、無事帰ってきたんですけれども、ちょっと事務所に届いたちょっと怪しげな封筒、こちらがですね、今日帰ってきたら届いておりまして、海外からだったんですよね。全然身に覚えがなくて、いやー、なんか何を買ったっけなと思って、まあ、開けてみたわけですよ。はい。いやー、怪しい。なんだこれと思って、まだ開けてないんですけどね。いや、なんだこれ、何買ったっけなと思ったら、思い出したと。マンフロットのね、ライトスタンドを先日使ったんですけど、どうもね、この一個ネジが、あのライトスタンドの高さを止めるね、ネジがなくなっちゃって、で、スペアパーツっていうのを注文したんですよ。で、マンフロットはマンフロットスペア .com かなっていうサイトがありまして、そちらでね、一応スペアパーツを注文できるんですけど、まあまあまあサイトが怪しい。めちゃくちゃなんか怪しいんですよ、サイトが。まあ、あんまりあれですけど、まあなんか怪しいんですね。いや、これね、届くんかなと思って。まあ、ペイパル支払いだから届かんかったら返金処理すればいいかなと思って、まあ、買ったんですけどね。無事届きました。もう、なんか予定はね、3月半ばぐらいに届くっていう予定だったんですけど、だいぶ早く着きましたね。ということで、ちょっと、開けてみようかな。ライトスタンドのね、あの、ネジですよ。ノブ。いや、しかしね、これ本当によく税関通ったなっていう感じの、まあ、X 線はね、ネジっぽいから大丈夫なのかな。パーツ的にはね、R1051.99 ノブセットっていうやつなんですけどね。いやいやいや、いや本当に怪しい封筒なんで、お、なんか落ちちゃった。一緒に切っちゃっていましたが、はい、こんな感じで無事、ノブが届きました。3個セットでね、これ1500円プラス送料だから2000円ぐらいかな。ちゃんとあの1051の99っていうやつも入ってます。はい、というわけでですね、これが、まあ、ネジがなくなってしまった、かわいそうにネジがなくなってしまったマンフロットの、ライトスタンドなんですけど、ここね、ちょうどここなんですよ。ここにね、今届いたこれを、おー、無事大丈夫だ、治った。いやー、よかったよかった。ということで、まああと2つあるんでね、まあこれでまたなくしても、まああと2回は大丈夫ってことで、まあ、これは大事にしまっておこうと思います。はい、私の知り合いでちょうどこのパーツなくしたって人いたら、3つだから700円ぐらいで譲りますんで、お声かけください。ということで、今回ちょっと短いんですけれどもね、マンフロットスペア .com は一応、問題ないサイトでちゃんと届くってことが、分かったのでね、まあ、こんな感じで動画にしました。マンフロットの機材を使っていて、スペアパーツ、どこで買おうか悩んでる方がいらっしゃったらですね、ちょっと敷居は高いかもしれないですけど、使ってみたらいかがでしょうかという動画でした。はい、このチャンネルではですね、撮影機材とか配信機材の、レビューとかですね、音響機器なんかの紹介もしたりしておりますので、気になった方はこの辺のチャンネル登録ボタン押していただいて、動画のね、更新通知受け取ってもらえると嬉しいです。というわけで、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。